ごめんね、また部屋借りちゃって。休日で校舎が空いていないんだ。仕方ないだろう。でも、またこの部屋で勉強できるなんて思わなかったから、ちょっと嬉しかったり。だったらしっかり。しっかり？何よ。なんでもない。おしゃべりはそこまでにして、やる気があるならおとなしく勉強を始めろ。はーい。私の顔に何かついてる？いや、何も。だったら、そんなにじっと見つめないでよ。気になっちゃうじゃない。ああ、すまない。久しぶりに集中して勉強したけど、なんだかすっきりした気分だし、今日は充実した感じ。大輝、付き合ってくれてありがとね。ああ。それじゃ、またね。ああ。え？その、そこまで送って言ってやる。いいの？家までじゃなくて悪いけどな。ううん、そんなことない。ありがとう、大輝。それじゃあ、できるだけゆっくりと歩いていこうよ。普通に歩くぞ。う、ケチ。この辺りでいいよ。もう少し送ってやる。え、でも。ダメか。
え大輝、私に何か言いたいことがあるんじゃない？この前からそう。どこかよそよそしくて、私の話も上の空な感じだった。絶対、私のことで何かあったんでしょう。そんなことはない。じゃあ、私の目を見てよ。じっと、片時も離さず、私のことを見て話してよ。何よ。こんなこともできないなんて、大輝らしくないわよ。すまない。謝らないでよ、バカ。本当はずっと言わないつもりだった。その時まで言わないことが香りのためでもあると思っていた。正直に言うと、香織、お前は卒業できない。え？いくら補習を受けようが、出席日数が足りないんだ。だからどうあろうと、もう留年しか道はない。これからどうするか、少し自分で考えた方がいい。香織自身の問題だ。俺がどうにかできるものじゃない。うん。それじゃあ、ね。
いた。来たのか。何のこと？ああ、いや、何でもないんだ。伝えたわ。出席日数が足りないため卒業は認められないってね。そうか。私としてもなんとかしてあげたかったんだけどね。でもさすがにこればっかりは。姉さんが悪いわけじゃない。だから気にしなくていい。それで本人は？かおりちゃんなら仕事でもう行っちゃったわよ。そうか。で、え？実はかおりちゃんから大輝へって手紙を預かってきたのよね。見たい。うん、即答ですか。じゃあ交換条件を出します。お姉ちゃんをぎゅーって抱きしめてくれたら渡してあげ。これでいいか。え、もうちょっとムードがあった方がいいかなーって。ふえダメよ。私たち
血は繋がってなくても兄弟って関係なんだから。手紙。そんな、手紙だなんて大胆な。お、手紙？あ、ちょっと！そんなずる賢い子に育てた覚えはないのに。お姉ちゃん、すごく悲しい。だ、あら？姉さん、ちょっと出てくる。何か用か？深見さんのところですね。ああ。やっぱりそうでしたか。先輩はどうなされるつもりですか？深見さんにお仕事を辞めさせたいんですか？それともこのまま続けてほしいんですか？仕事を辞めさせないよう説得するつもりだ。あいつは今、未来があるにもかかわらず悩んでいる。このまま仕事を続けるべきか、それとも辞めるべきか。松沢も香織の歌を聴いただろう。あいつの歌を必要としている奴がいる。それだけで今の仕事を続けていく理由には十分だと思う。そうですね。深見さん
んの歌、このままなくなってほしくありませんし。それに、またあの歌、聴かせてほしいです。俺もだ。松沢も来るか？いえ、私は。風邪ひくなよ。来てくれると。思ってた。当然だ。手紙、読んでくれた？ああ。聞かせてくれるんだな。香織がこれからどうしようとしているのか、何を考えているのかを。私、あれからずっと考えてた。自分にとって今の仕事ってなんだろうって。ファンのために歌って笑うことって私にとってどういう意味があるんだろうって考えてたの。それで何か気づいたのか？うん。私にとって歌うってことは人生のすべてなんだと思う。初めは歌ったり人前に出たりすることに抵抗があった。でもいろんな人に励まされて、ファンの人たちの温かい声援に後押しされて今の私がいる。だから私、そういう人たちのために最後まで歌い続けてあげたいの。
そうか。分かってくれとは言わないわ。だけど私が学校を辞めることについてどうか怒らないでほしいの。怒る？なぜだ？え？だってずっと補習に付き合ってくれたのにそれを台無しにするような答えだし。しかし香織が自分で考えて決めたことだろ。それについて俺が怒る理由など見つからない。大輝、俺は香織が自分で選んだ道を応援してやる。それだけしかできない男だ。そんなことないよ。そんなこと。
下でさやさやが待ってるから早く行って手伝ってあげてちょうだい。何を。気が揃ったらやることなんて決まってるでしょ。花壇。ピンポーン。正解した大輝くんには私かさやさやのどっちかと半日デート券をプレゼント。あ、今なら私の方は丸一日デート券でとってもお得。姉さん、ちなみに受け取り拒否は両者一緒のトリプルデートになっちゃうから心して選ぶように。ちょっと待った、それは何？これはただの雑誌だよ。今月号の？あ、やっぱり募集！待ってくれ、まだ香りの記事を全部読んでないんだ。
やっぱりそこか。ダメったらダメ。人気アーティストに鼻の下伸ばす待機なんてお姉ちゃん絶対に許しません。別に伸ばしてはいないが。でもダメ。